Google Nexus Nexus Snexus S はサムスン電子と Google によって共同開発された第三世代移動通信システム対応の Android スマートフォンである。Nexus シリーズでは2期種目にあたり Nexus ンの後継にあたる。米国で2010年12月16日に発売された。2010年11月15日に Web2.0 サミットにおいて Google の最高経営責任者、エリック・シミットによってデモが行われ、2010年12月6日にブログで公式に本気を発表した。米国では12月16日、イギリスでは12月22日に発売された。また米国大手携帯通信事業者の T モバイルの MVNO として展開している NTT ドコモの、米国法人である NTT ドコモ USA でも、 2011年9月より取扱いを開始している。オペレーティングシステムは Android 2.36を搭載し、2012年3月に4.04へアップデートが提供された。Nexus S4G は GSM モデルよりも数週間遅れてアップデートされた。2012年6月27日には Android 4.1へ2012年10月には 最終アップデート4、1.2配布を持つ。現在は、サイアナジェンモッド11などの非公式ロムにて、Android 4.4まで入れることが可能。Android 2.3を世界で、初めて搭載、同 OS より、サポートされた NFC チップを内蔵している。基本的なスペックは、Galaxy S とほぼ同じであるが外部メモリ、非対応である。 OS アップデートは4.1にをもって終了している。なお本体に技的マーク及び認証番号はないが GTI-9020 の未装務省の技術、基準適合証明、工事設計認証を受けている。ファクトリーイメージズ4ネクサスデバイセズ、ハットアンドロイド搭載スマートフォン販売開始と新データプラン、データ500を投入 NTT ドコモ u s a インクハット、サムスンネクサス s スズダデベロッパーズ、フォーラム .xda-developers.com ッシュ、2014年2月21日閲覧、総務省電波利用ホームページ技術、基準適合証明等を受けた機器の検索。ありがとうございます。